つぼうちはほんま朝から声出るよね。ね。もうデフォルトがもうおかしいもんな、ボリュームが。あ、俺ちょっとトイレ行こうかな。はい。便所に行ってます。誰が？奥谷さん。奥谷さんが。ちょっとこれ飲んでいいかな。これうまいっすね、これ。走りが繋いでる。ちょっと。不潔そのにやめてくれへんぞ、ね、もう。よいしょ。9時59分、じゃあ10時になったら行きましょうかね。それまでちょっと休憩、長丁場なんでね、休憩入れていかないと。さくらちゃんの次のコーナーって何でしたっけ。あ、覆面か。さくらちゃん来てんのかな。さっきからちょっと姿が見えへんけど、時間通りに来てたらいいけどな。さくらちゃんツイッター見てる限りではいつも早起きしてるみたいからな。さくらちゃんって普段何してんやろ、平日とか。なんかダーツやってることと柿食うてることしかツイッターに書いてへんけど。あ、10時になった。おはゆんゆん。はい、10時になりましたんで、やっとね、やっと女子が来てくれた模様です。嬉しいですね。今まで出てくれたのが橋流さん、坪内さん、吉橋さんっていうね。まあなんでしょう、見た目では何にも仕事が取れない3人が登場しちゃいましたけども、やっとね、かわゆす未成年の子が来てくれました。おはゆんゆん、佐藤さくらちゃんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。言うといた方がええんちゃう。おはゆんゆん、おはゆんゆん。あれですよ、おけたりさんとコラボバージョンですこれ。そうやな、うん、普段はもう指でやってるだけだからな。そう、うん、ツイッターでね。いやー、出た。名前何やったっけ。グリスケくんです。出た。お願いします。こんなんな、さくらちゃんやから許されてるんだよ。なんで？なんで？さっきのおっさんなんかやったら俺ほんまグーで殴るんだよ。じゃあ私ギリセーフな感じで。ギリセーフ。じゃあもうオールセーフ。よかった、うん。あっという間ですね。そうですね。さくらちゃんと俺一緒にやったのいつ、あれ ?8 月ぐらい？今年の8月。7月、8月、そのあたりやね。はい、そうです。あっという間ですよ。あっという間に4ヶ月経っちゃいましたね。そうやね。今年も終わっちゃう。なんか前半ね、さくらちゃん、俺何やってたのかも知らんしね。ああ。うん。前半はですね、何してたんだろう。何やってたの？いろいろやってたんでしょ、仕事。うん。あ、前半は、うん、私ミスマガジン2008なんですけども。マジか。はい、改めまして。そうなんですけども、ミスマガジン2008か、すげえな。ミスマガジンと友達って絶対俺自慢できるよね。そう、恐縮です。ありがとうございます。
ミスマガジンのドラマがありまして。え、そうなの、俺初めて聞いた。1話から10話まであるんですよ。で、もともとそのミスマガジンの、佐竹由紀ちゃんいるじゃないですか。はい、はい、同じリプレイガールズの、あの子が主演で、1話ずつミスマガジンの女の子が変わっていくんですよ。はいはいはい。で、まあ、ストーリーは続いていくんですけども、それがドラマの撮影で声かけていただいて、まあ、それはだいたいリプレイの撮影の時に、一緒ぐらいの時期に映画の撮影、ドラマの撮影してたんですけど、去年の夏ぐらいや。はい。で、ちょうど今年の1月、2月、3月ぐらいに、その DVD 発売、DVD が発売することになりまして、まあ、その名古屋だとか大阪だとか東京、それこそ秋葉原とかで、そういうイベントとかの DVD を告知したりとか。あ、そんなやってた。はい、そうなんですよ。言ってくれたらよかったのに。ねえ、知り合いじゃなかったもん。そう、まだ知り合う前だから。桶谷さんとね。そっかそっか。はい、っていうのもあったので、結構そのミスマガジンのそのドラマの DVD で結構バタバタしてた記憶ありますね。なるほどね。はい、はいはい。で、まあまあね、夏場は、まあ、リプレイガールズのイベントがいっぱいありましたし、ありましたね、ほんと、ね、たくさんあった。ファンの人もいっぱい来てくれたでしょ、あれ。本当ありがとうございます、もう改めて、ね、はい。で、まあ言ってももう、だからその初っ端さくらちゃんと一緒にリプレイガールズチャンネルっていうのね、ゲスト来てもらってから一緒に仕事って4回目じゃない、もうすでに。すでにもう、もっと、5回目今日で。5じゃない？リプレイガールズチャンネル2回でしょ、うん、秋葉原 TV、桶谷の友達、今日やから5回目。おー、一番桶谷さんにハマってる人じゃない。おけたりさんがでしょ。そう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 。お互いこう、さくらちゃん全然俺にハマってんから誰うまあ考えなんだもうちょっと考えるびっくりしたよ。だって相方のカホちゃんなんか、はい、あれ以来全然ね、全然会えへん。俺全然カホッチとおけたりさん会ってないですもんね。全然。いやもう、かほちゃんなんか絶対俺のこと覚えてへんわ。いや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 。ヒゲのやつとか言ってた。違う違う、言ってなかった、言ってなかった。言ってなかった。言ってなかった、言ってなかった。ほんま？いや、実は、今週の、昨日か、おとといだ。うん。おととい、かほちと一緒にご飯食べに行ったんですよ。ああ、だからツイッターで見たわ、それ。で、その時、ちょうど、その、桶谷さんと、うん、まあ、今回のお仕事の件でちょっとやりとりをしてたので、うん、そうですね、メールでね。うん、ちょうど、かほちと会ってるタイミングで、うん、あさってね、桶谷さんと会うのって話をしてて、うん、好きなんだ私。まあそう、そんなことも言いつつ、カホチだから言うけど、そうそうそう、内緒ね、うん、とか言いつつ、うんうん、言ってないやろ。いやいやいや、そんなことないんですけど、うん、でそれでカホチと一緒にご飯食べてるなってちょうどそのタイミングでツイートしたら、桶谷さんがそれに反応してくれて、また私にメールくれたんですね。そうそう。で、それをカホッチに伝えたんですよ。うん、桶谷さんが、うん、俺のこと忘れてるんちゃうかなって言ってるよって言ったら、うん、あ、どうしようって言って、いきなりメールをして。うん、いただきました、メールを。いや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 。まだ決して忘れてるわけではありません、カホッチ。うん。むしろ会いたがってましたからね。いや、あのね、嬉しいお返事をね、いただきましたよ。なんか。そう、一緒になんかトーク番組私もやりたいっすみたいな。あ、ティームプレイスが完璧に、そうやね、インプットされてますね。だってまあね、さくらちゃんはね、だかおちゃんも出てもらいたいですよ、ねえ、難しいやん、いろいろ。でもなんか私、全然喋れないから心配って言ってました。あの人喋るやんか、なんだかんだ。私も思うんですけど、喋るよ。そのベラベラ型ではないけど、ポイントポイントで面白いこと言うやんな。つかみますよね、彼女は。はい、だからさくらちゃんとの2人のこう組み合わせが、うん、ええー、やだってリプレイガールズチャンネルの過去配信を振り返ってみても、はい、よーさくらちゃんが喋ってんのはよくな。起点となってんのはさくらちゃんね、まず。本当ですか？カホッチが、あの、この間呼びで、ちょっと聞いてくださいよ、呼びで。聞いてくださいよ、呼びで。そんな私、ろれつ回ってない人じゃないから。ガッツ石松みたいな喋り方で、ね、聞いてくださいよ、って言って。で、カホッチが、ニンニクね、ニンニクラーメン食べた時に、ニンニク好きっていうね、見てたら、ガウチがニンニクでそのまま食べてるんですよ。あれガシャってやるやつですよね、みたいな。ガウチが食べてブーってすぐ出したんですよ、みたいな言ってたやん。
言ってたわ、うん、言ってましたそれ聞いてカホちゃんがまた言い返すみたいなのあったやんありましたありました、うん、それは言わないでください恥ずかしいからあれコンビ芸としていいなと思って。いやもうほんと毎日もうあれですよ、エンターテインメントですよ、プライベートでいてもでしょ、うちの2人は、うん、はい、でそれでなんかカキ、カキどっち、海のやつ、うん、そう、生ガキ、カキ、カキ、うん、果物はカキ、カキ、カキ、生ガキ、大阪はこれ逆の気がすんねん。でも私たまにイントネーションが違って、どっち、果物の方、うん、あのその魚介類の方って言われちゃうんですよ。俺は果物がカキって呼んでる、カキ、はい、で、カキ、真珠の方はカキ、カキ、真珠じゃないわあれ、ミルクか、ミルク、シルクです、ミルク海のミルクじゃなかったっけ、あ、海のミルク、そうやね、がカキって読んでますけど、これは東京ではどうなんでしょうか、わかんない、俺ら誰ともな、よくわかんないもんね、うん、地方の人間ですから、うん、あ、そうなんですか、あとあの箸ね、箸、箸って3つぐらいあるやん、まあ、もっとあるのかもわからんけど、あのお箸、お箸ね、あとブリッジ、ブリッジ、あと隅っこの箸、うん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 、で結構ね違うって俺言われる、お箸、箸、俺その食べ物のやつを箸って言うんで、まず、へえ、箸でしょ、はい、でブリッジは箸、箸、うん、よく違いがわからないんですけど、で隅っこが箸、はい、うん、箸って呼んでます、はい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 、最初と3番目が、最初のお箸が箸、箸、3番目が箸、いやいや違うでしょ3番目の隅っこのやつは歯にアクセントがあるはず、箸やから、箸、うん、箸、箸、あの食べる方は箸やから、うん、箸、箸やから、箸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 、死についてるのか、箸、よく分かんなくなってきちゃったこれ英語習っててもあるでしょ、でもこういうの、いや、ありますよ、ジョラちゃんなんか英語やってるやん、めっちゃやってますね、うん、はい、どうなん、上達したんかいな、徐々に徐々にツイッターも英語で書くときあるやん、 ありますね、うん、As soon as I have dog まもなく私は犬を持ちますまあ、あの、なんとなく、あの、感じ取れます言いたいことはそういうことなんだろうなっていうの、うん、はい、どうなんそれ、上達してるんでしょ、いや、この前課題があるとか、なんかよく、あ、そうなんですよ、うん、まあ、宿題とかも出されるんですけども、うん、やらなきゃいけないこととか、うん、で、駅で友達と待ち合わせとかしてると、うん、たまに外国人の方が、はい、ここまで行きたいんだけどいくらなのとか聞いてくれるんです、はいはい、とか聞いてくれるんやね、聞いてくれる、あ、うん、やっぱその英語勉強してるから、はい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 、聞いてくれた方がこうね嬉しいじゃないですか、そりゃそうやわ、練習できるもんだし、うん、あとそれこそ駅で場所聞かれたりとか、うん、ここに行くにはどうやって行ったらいいですかとか言って地図見せられて、うん、そう、まあ説明とかするんですけども、うん、あ、勉強しててよかったなっていうのはその時にやっぱ感じますね、あ、そう思う、結構スムーズに出てくる、そう、そう、スムーズ、あ、でも結構考えながら喋るからその時結構そのスムーズに喋ることはできないんですけど、うん、でもちゃんと理解してくれるので、あ、分かった、ありがとうって言われた時はもうすごい嬉しい、そうやね、勉強しててよかったなっていうふうにはもう心から思いますね、切符買うとこでずっと見てる人いてるもんね、そう、海外から旅行来たんやろうけどずーっと見てんねん、どこ行けばいいやろみたいな、俺もめっちゃ思うねん、なんか教えてあげたいねんけど、うん、なんて聞こうかなと思って、ほんと適当でも多分分かると思うねん俺はね、うんうん、なんかフェアアユフロムまず聞いてオーカナダみたいなアイカムカナダおおおい、はいはい、Do you know 筋肉マン愛のカナディアンマンみたいな話して
絶対おかしい、うん、お日本人ってこんなに遠そうというなんかこうあの、ね、ファーストインプレッションでなんかそういう根付いちゃいそうで怖いです。ドキドキして。でもねなんかね聞いてあげたらいいのに、なんか遠慮して。いやでも分かります分かります。うん、その時俺英語習いたいなと思う。いやもう、まあ、今後もね、うん、続けていく行きたいと思いますし、うん、やっぱこうね英語っていうのは世界共通語として結構まあ近いわね、もう共通語に ね。だからやっぱりもう頭に入れとかなきゃいけないことなのかなっていうのは常日頃感じますけどね。 2,3 年後にさくらちゃんが NHK のな、うん、英語の番組とかやってたらちょっとテンション上がるけどな。うん、夢ですね。かっこいいんですけどね。かっこいいよね、うん、あれで結構こう知名度上がる人も多いやん。いる、うん、ね、うん、俺昔ね手話習ってた時期があったから、手話の番組見てたもん。それに出てた。どうして何かお仕事とかそういうきっかけでですか。ね、うん、俺子供の時によく入院してたよ、体弱かったから。うーん、じゃあ同じ。見えませんけどね今全然。今全然見えない。元気ですよね本当。めっちゃ元気やねんけど俺子供の時だって T シャツだもん。T シャツだもん。ないねん服が。T シャツしか着ない。T シャツだもんだって。今日まだ比較的暖かいから、うん、まだいいですけど。別にこの部屋暖かいわけではないよね、決してね。ね、決して。びっくりした。しかないもん。で、唯一の長袖は俺家着に当ててるから。あ、なるほどね。うん、ないんです。その入院してた時にね、はい、同じ病棟に手話で話されてる方がいてて、子供の時からちょっと気にはなってて。で、また俺大人になってね、7年ぐらい前に俺一回手術してんの。鼻と目を半年おきに病気で、目の病気と鼻の病気で、うんうんうん、でまたちょっと手話をしてるのを見て、で退院した時にね保険金をもらえて、実家で入ってるから、はいはいはい、もちろん俺は入ってないですけど、うん、じゃあそのせっかくもらったお金をそれに使おうと思って習いに行ってたんです。へえ、すごい。どれくらい通われてたんですか。ね、一講座やったから、4ヶ月ぐらいかな。だいぶその時はでもそんな会話なんてできへんよ、あの初歩の初歩やったから、うん、だからね何をやりたいとかでは目的がなくて、うん、気になってたから習ってみようみたいな感じで習ってました。すごいなー。私あれしかわからない。お、出た。なんだっけ。うん、猪木。違うちゃう。好き。あのな、手話ってな、全部あんなんで表せんのかなと思うやろ。うん、思う。表されへんねん。あ、そうなの。うん、だからね、指文字っていうのがあって、うん、あいうえお、あいうえおが全部点字じゃない。違う。なんで目見えんのに点字せなかった。いや、なんか指文字っていうか触るのかなと思っちゃって。指で全部50音できるようになってて、人の名前とかね、それよくやったりするんですよね。私は、いや、もう全然忘れてるから出るけど、多分佐藤はね、佐藤っていう手話でできるんやと思うよ、名前が。なるほどね。うん、すごいな、うん、あのね、うん、外国人の仲いい友達いてる、さくらちゃん喋ってもらっていいかな。おばあちゃんみたいな人。違う違う、いませんいません。あ、はい、俺ねアメリカ人の友達いてんねん。紹介してください。私英語勉強したいからもっと。いてんねんけど、はい、あのね、ごっつ男前のアメリカ人。ダンディーな感じですか。若いよ、26、27やから、うん、ありもしない州から来てるやつやねんけど。どこだろう。聞いたこともない州から来てるやつやねん。ウィスコンシン州。ウィスコンシン州。うん、ど田舎らしいねんけど。あ、そうなんだ。うん、魚食えへん言ってたもん。アメリカのど真ん中すぎて、魚あれやねん、肉しか食えへんねんって。あ、そっかそっか、海が遠い。うん、そういうことか。で、近いのが五大湖だって言ってたけど、で、そいつがね、いいな。ダリンっていう、ダリンテンブルゲンケイトっていう名前やねんけど、その下のテンブルゲンケイトっていう名前が日本語に置き換えたら橋本っていう意味やねんて。嘘。うん、マジで。そう。意外とベタですね。そうやねん。あ、そうなんだ。うん、橋本ダリンさんやねん。あ、ってことは、うん、こうアメリカのネームとかって、うん、全部日本語にこう訳すことできるんですか。どうなんやろ。そのダリンのね、テンブルゲン系とは、うん、オランダ系アメリカ人やから妙に名前が長いらしくって。あ、なるほどね。うん、だからもしかしてアメリカの名前の
由来とはちょっと仕組みが違うのかもわからんけど、あ、そうなんだ、俺橋本だからねって言ってて、ウケる、日本語ペラペラやね、5年ぐらいしかいてへんのに、俺な一回トークライブにちょっとお前出てやって言って、アメリカ人出たらおもろいやんって言って頼んだら、うんうんうん、俺さ桶谷のさ客寄せパンダじゃねえんだよって言われて、それ日本人あんま言えへんよもうって言って、いやーすごい、すごいやろ、面白そう、で結局出てんけど、はい、楽屋で待ってる間なずっとな日本語で谷崎潤一郎の小説読んでて、すごい、いや、やばい、5年でそんな風になるかって言って、いやでも喋らなきゃいけない環境になっちゃいますからね、日本に来たら、ね、文字とかあと、うん、そのそれこそテレビとかですもんね、うんうん、だからさくらちゃんもあんなになったらええのになぁ思って、うん、でもね客寄せパンダでねえんだよみたいなを英語で言えるようになった、ね、言えませんよI'm not って、うんね、逆に佐藤を英語にしたらどうなるんだろうね、もうシュガーでしょ、違うよシュガーじゃんシュガーはやだ、ソルとかそれもやだな、嫌やろ、塩、さくら嫌やろ、いや。シュガーがいい、やっぱシュガーなのかな、うん、分かりやすく説明しようと思ったら、うんうんうん、シュガーですみたいな、シュガーです、だから日本人も言ったら、うん、お前の名前はどういう意味だって聞かれるんじゃない、いやさくらは言えるやん、さくらってなんだっけ、チェリーブロッサム、あ、それチェリーブロッサムです、うん、シュガーチェリーブロッサムって言ったらそんな花あるのみたいなこと言われるんだから、いや本当ですよね、ね、甘そう、甘そうだね、甘そう、うん、ありますよ、はい、でね、うんうん、今日さくらちゃんとお話、まあそんなメインの話ってことはないですけど、はい、いやそれこそ本当今年のね、はい、2010佐藤さくらが振り返る2010っていうタイトル勝手に俺このコーナー決めてるんだけど、ありがとうございます、うん、あのタイトルちゃんとメールできました、メールで送ってよ、はい、こんなニュアンスのコーナーやねんけどみたいな、まあ序盤でちょっと喋ったけどねうんうん、うん、なんか俺つい最近のことね、はい、ですけど、はい、フットサルやった、やった、久々にやったでしょ、先週土曜日やったでしょ、大会があったんですよ、うん、見事、うん、ミスマガジンね、うん、準優勝しました、やった、ミスマガジン準優勝、いやもうね、やっぱ2010年最後の大会なので、あ、ね、そうなんや、そう、あ、言ってたね、そう、2010年最後の大会なので、っやっぱね、メンバーとしてはやっぱいい風に締めたいじゃないですか、終わり良ければ滑り良しじゃないですか、そうです、そうです、いやもう実はですね、うん、3ヶ月練習してなかったですけど、うちらメンバー、そうやんな、そうなのにもかかわらず、あのやる気と根性で準優勝まで、いやすごいね、行きました、よくやれたね、そんなに、いや本当ですよね、うん、次の日の筋肉痛がひどくてびっくり、あーやっぱりおばさん、おばさんやな、うん、おばさんって19歳やな、おばさんですよ、おばさんですよ、怖いほら睨みつけられた、睨みつけてた、すいません女性の皆さん、そういうわけじゃないです、いやいや決して、うん、やったね、いや本当、うん、楽しかったですけどね、メンバーの他のメンバーも練習してなかったの、あーしてなかったみたい、あそうなんや、結構その開会式始まる前に、うん、まあ何人かいますよ、うん、その友達と集まって軽くボールを触ってきたりだとか、うん、ちょっとゲームに参加したりっていうのはありましたけど、うんうん、まあ、ほとんどのメンバーが全然練習してないって言ってたので、うん、やっぱ私同様みんな筋肉痛がひどかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、他のメンバーってどんな人いてんの、みんなミスマガジンの、そうですそうです、 あとは、うん、ミスマガジンでフットサル賞っていうのがあるんですよ、え、ミスマガジンの中でフットサル賞っていうのがある、違います、ミスマガジンとまた別で、うん、ミスマガジンフットサル賞っていうのがありまして、はい、で選ばれた子がミスマガジンのチームに所属して、うん、一緒に、はい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 、フットサルに参加するとか、うんうんうん、なんですけども、うんうん、はい、なんかツイッターでよくフットサルつぶやいてる人ってさくらちゃんの同じチームの人とかなんかな、あー杉じゃないですか、あそうその人、そう杉さん、俺その人をフォローしてるありがとうございます、なんかわかんないですけど私がありがとうって言っちゃった、うん、さくらちゃんの友達大体可愛いからとりあえずフォローしとけよ思っていつかやるかもわからないし、ありがとうございます、うん、杉は本当にサッカー詳しくてでしょ、はい、うん、その人やわ、よく見るの、はい、LINE に出てくるわよそう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 、うん、みんな可愛いな、やっぱ可愛い人の周りには可愛い人多いよね、いやもう私もウハウハしてますけどね、いい刺激もらってうん、はい、じゃあそれ良かったね、久々にできて、いや本当に
ね、結構だって継続的にやってたやん。そう、今年それこそ夏とか結構やってましたよ、うん、あのだから黒くなっちゃったし。そうやんな。そう、もう炎天下の下でもうフットサル大変でした本当な。監督誰だったっけ。福永さんです。俺の知り合いでね、はい、その方ああ知ってるって言ってる人いましたよ。あ、サッカー詳しい人。はい。ああ、例のすごい反応してた。今どうしてんの、今その人どうしてんのってすごい言ってる。俺あの人の応援歌歌えるよとかね。そうそう、その人の応援歌が歌えるって言って、だから J リーガーなんでしょ監督さん。あ、そうですそうです、浦和レッズのね。はい、言ってる人いましたけどね。いやだから俺さくらちゃんがねフットサルやってるっていうのつぶやいてるの見て、なんか知らんけど俺ホッとした。なんで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 、なんかね、たまにフットサルやりたいなってすごい悲しげにつぶやいてたやん。もうやらしたってよと思って。あー、なるほどね、うん、ありがとうございます。いやもうね、うん、来年もまたフットサルできたらいいなと思うんですけど。そうやんね、うん、それはさ、その大会自体がもう終わってしまうの。いや、あの今年の大会はこれで終わるんですよ、うん、あ、そういうことか、はい、来年続くってこと。はい、そうですそうです。レギュラーはなんかメンバー入れ替えたりするの。あ、しますします。じゃあもうさくらちゃんもうすごいの、あのね、うん、大会の時、うん、私いつも初っ端には出されないんですけど、はい、監督福永さんがじゃあ初っ端のメンバー発表しますって直接に言われて、うん、最後に私の名前出たの。あ、スタメンで。そう、最初のメンバーで、うん、普通はその最初メンバー出してちょっとなんかこういろいろローテーションしないとみんな息切れちゃうから、うん、はいはい、後から交換される側なんですけど、最初から出してもらって、あら、なんかすごい嬉しくて、うん、よかった。それすごいな。うん、なんやってやろ、その日のなんか顔のツヤが良かったとか。何それ。そういうのね、そのサラブレッドみたいに、あ、今日あいつ削やええな、これ貝やなみたいな感じじゃない。あるよ。女子はもう顔のツヤに露骨に出るから。出るね、うん、化粧でごまかせるって言ったってね。いや、これはかなりね、うん、あれ今日はちょっとあかんぞって。いや疲れもありますしね、うん、もちろんそういうのは出ますよ肌に、うんうん、ね、嬉しかった。だからそれはちょっと僕ね最近のちょっとホッとした。あー、よかった、うん、もうフットサル本当まだ始めて2年ですけど。私2年ででも結構じゃない。まあね、うん、でも他のメンバー普通に 5,6 年とかやってる方いますんで。前からやってたの、その人たち、はい、だからビギナーなんですよまだ。はあ、はい、そうか。え、さくらちゃんなんていうポジションやってんの。うん、何のポジションとか。フットサル、うん、あるある。なんかキーパーの呼び方がなんゴレイロ、ゴレイロっていうね。でもね、それ以外わかんない。一緒かもね。とりあえずゴレイロではないです。ゴレイロではない。いつも前も持ってます。え、前も持ってるんです、後ろじゃなくて。ああ、ゴレールは誰がやってんの。ゴレールはグッサン、うん、あ、その人も名前よくツイッターで見る。そう、グッサンもツイッターやってるんですよ。でしょ、俺多分その人もフォローしてると思う。あ、本当に。グッサンも。なんでやねん、なんで俺めっちゃフォローしてんねん。面白いですよ、グッサンも。ほんま、ぜひフォローしてあげてください。あ、はい、俺さくらちゃんの周りの人もストーキングかのように。いや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 、よろしくお願いします、うんうん、そういうので知る人って言ってるやん。はいはいはい、うん、俺そんなにめっちゃ詳しいわけじゃないから。でもね、さくらちゃんとか、まあ、かほちゃんとか、ね、一緒に仕事できたきっかけで、またそういうグラビアやってる人とかに、俺、また興味が向いたんでね。よかった。なんか、いいですね、うん、こういったこう縁があって。ほんまやね。私も感謝してます、もう。これはね、もう、ひとえに、あそこでごそごそしてる黒い方と、そこでさっき19歳がおばさんって言ったら、にらみつけてきたお姉さん。がね、キャストしてくれた話よね。決してあの失言を言ったつもりではないので。すいません、もう、うん、いや、そういうわけじゃないんですけど。あとその他皆さん、大人たちの、はい、まあ、あの古賀さんとか。いや、これな、まあこんな話したらあかんのかな。俺がなんであのリプレイガールズチャンネルに出たかと、うんうんうん、これ結構すごい巡り合わせというかタイミングやった。って、うんうん、今思ってもすごいよね。なんかいろんなもののタイミングがね。だからもともとリプレイガールズチャンネルの MC のね、うんうん、候補って何人かいててんて。あ、なんとなく思ってる人は。あ、なるほど。で、あの人どうかなみたいな感じで、うん、偵察でトークライブやるから、その方がね、うんうんうん、俺以外の方がもう見に行ったらもうグズグズやって、うん、結構崩れてたんですね。崩れた、まあ、誰とは言いません。わかりました。うん、
僕も見ましたから、それ。あ、そうなんだ、見たんですね。うんうん、あららららーと思って、うん、まあ、で、いろんな方を見たわけです、うん、で、俺ももともと知り合いだから、はいはい、ここのスタッフの方とは、はい、でね、リプレイガールズチャンネルのスタッフの古賀さんって言ってたやん、うん、見ましたね、ね、はい、古賀さん、あのね、古賀さんと ここのスタッフがね、じゃあその MC を桶谷さんっていう人に、桶谷ニコロさんっていう人にちょっとお願いしようかと思ってるんですって古賀さんに話したら、古賀さんが桶谷さんってオケラジの桶谷さんですかって言ってんて、へー、知らんやん、はいはいはい、古賀さん、そうですよね、まだ会ってないですもんね、うん、で、むしろなんでオタクらが桶谷さん知ってるんですかみたいな感じで私古賀は知ってますよ、それぐらい、桶谷ぐらいはみたいな、映画の仕事してるんですから、で映画関係あれへんのに俺で、そこで知ってるんですかみたいな感じで、はい、じゃあ桶谷さんならうん、ぜひみたいに言ってもらって、古賀さん側からも、うんうんうん、映画側からも、うんうんうん、それで俺になって、すごい、もう、うん、だってもし桶谷さんじゃなかったら、うん、こういった番組にも呼ばれてないですもんね、現に。そうやね、嬉しい、うん、いやー嬉しい。だから人の巡り合わせっていうのはこれすごいですよね。ありがとうございます、もう本当3割増しくらいですって書かれてる観覧車か、うん、観覧車か、うん、違う、今の言った内容が美化しすぎや言うと、うん、いやでも、いや本当本当ごっそり言ったらそういうことなんです。いや本当ね、うん、でもそれはなんで古賀さんが知ってたかっていうと、うんうん、オケラジトークライブ見に来たことあって、前に、ニューキッドロフト、さくらちゃんも出てもらったやん。あ、はい。あそこで俺が普段やってるトークライブに、人に連れられて見に来たことがあったんやって、ずいぶん前に。そうなんだ、すごっ。それもすごいやろ、うん。なんでそんなの連れてこられたの？だってその時ね、もう一応出会ってるんですよね、もう。そう。で、挨拶したらしいね。覚えてない。俺なんか終わった後ね、知らん人いっぱい紹介されるから、名刺もらえんかったら覚えられへんねん。あ、そっかそっかそっか。うん。で、そこでお会いしてます、みたいなことで。へー、でまたさくらちゃんにつながったり、杉につながったりね、ぐっさんにつながったりね、ぐっさんにつながったりこれはすごい不思議なもんですよ。いやもうありがとうございます、もうね、うん、で、まあ、それ最近の話ですけど、はい、まあ、序盤ねちょっとは話したけど、うんうんうん、今年の大きい、まあ、出来事仕事ってどんなあったんやろうね。へー、英語は去年からやってんの？英語はね、今年の4月から、うん、あでも去年の11月、うん、10月ぐらいから、うん、週に1回こう喋、うん、りに行ってたんですよ、レッスンを受けて。で、今年の4月から、まあ、本格的に英語を勉強したいなって思ったので、うん、入ろうっていうことで。はあ、なるほどね、はい、でもそれ始めたことでやっぱ生活変わったでしょ、勉強っていうか課題やらなあかんし。うんうんうん、変わった変わった、ね、私もそこからまた友達も増えましたし。あ、ね、英語仲間？そう。うん、ええー、な、うん、俺もそういう仲間欲しいな。だって仕事以外のそういうのの仲間欲しいな英語喋れる友達いるじゃないですか、さっきお話しされた。あいつだから田舎者やからアメリカのめっちゃ田舎者らしいもん、そのコンスタンチン君。何やったっけ、コンスタンチン君ってロシアでやけどして日本に来たこと。ウェスコンシン州。あ、ウェスコンシン州、うん、めっちゃ田舎らしいからね多分なまってるんやと思うよ。あ、なるほどね、うん、広いですからね、どっちも。めっちゃ広いやん、なまりもありますからね。初めて聞いたもん、コンスタンチン君って。違う、ウィスコンシン州か。うん、だから今度ね、会う機会があったらね、紹介するけどね。ぜひぜひ、もうね、英語教えていただけたら。今はね、法律事務所で働いてる。すごっ、すごいのよ、すごっ。うん、え、もうじゃあ法律も詳しいですか？うん、すごい、なんかパンダとか言った人に思えないイメージがもう全然。客寄せでパンダじゃねえんだよ。そうそうそう、うん、とにかくね、かっちょよくてね、なんか不思議な声で知り合ってん。俺、アメリカ人と会うことないから、俺。そんな生活送ってないから。あ、そっかそっかそっか。うん、なんかね、IT 関連のパーティーがあるって言われて、行ったら半分アメリカ人やって。すごい。で、おもろいと思って、俺アメリカ人しか座ってないテーブルに座って。なんでなんでだいぶ積極的というか、こうアクティブですね。でしょ、冒険家です。うん、で、みんな英語で喋ってんねん、うんうん、お前
年だなと思ってたら全日本語も喋れるの。あ、そうなんだ。全員法律関係の仕事やってたりとか IT の仕事で、すごい。そこで仲良くなってね、すぐそいつとね飲みに行ってね、はいはいはい、男前すぎるから、なんかね、六本木やってんけど、女の人はほぼ日本人、うんうんうん、男の人がほぼ白人男性っていう飲み屋に行って、はいはい、バーみたいなところに、はいはいはい、じゃあもうね、来てる日本女性がもうすれ違うためにめちゃめちゃかっこいいんだけどっていうことで絶対俺ではないよねと思ってダリンのこと言ってるよねと思って、そんなよね、めっちゃ男前やからね。あ、そうなんだ、うん、ダンディーの方なんですね。うん、全然いたずらとかしてけへんからね、うんうんうん、大丈夫やから。何いたずらってさ、そのなんていうの、デート的なことは申し込んできたりするような人じゃないので。ああ、紳士なんですね、うん、ジェントルマンで。機会があればね、はい、うん、ぜひぜひご紹介しますよ、うん、で、あとは何がありましたかね。それこそもう今年、うん、そのリプレイをきっかけで、うん、ツイッター始めたじゃないですか。あ、そうやんか、リプレイガールズきっかけやんか。そうで、もうたくさんの方がフォローして、もう聞いてください、1000人突破したんです、フォロワーが。いやー、もう本当皆さんありがとうございます。なんやねん、俺より後から始めたくせに、俺より多いやないか。シュン。ええなあ、応援されてるなあ。本当にもう皆さんありがとうございます。もうこうやってね、いやー、まあ、つぶやくことも楽しいと思った年でしたし、うんうん、めっちゃつぶやくもんな、うん、おはゆんゆんなるものも飛び出してきたしな。そう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 、俺今日家出て、はい、駅に向かう途中にもおけゆんゆんってつぶやいてもうた今日。マジで、うん、見てない、やばい、チェックしなきゃ。さすがにおはゆんゆんだけは言わないと思って。なんで今日ほんまに言ってもうたけどこれ。いや大丈夫です、ちゃんとおけたりさんポーズしてる。そうやな、やっぱでも、うん、リプレイガールズっていう映画の公開があったことは今年すごい大きかったでしょ。いや、ほんと大きかったね。いやー、もう実際撮影したのは去年の夏やけど、うん、やっぱ公開されることによっての、まあ、反響もあるし、イベントもいっぱいあったし、うんうん、学んだこともありますし、うん、いい経験ばっかりさせてもらいました。ほんと、そうやね、皆さんのおかげですもん、うん、だってイベントは愛知県も行った、あれ行きました、行きました、行ったよね、行きました、行きました、うん、だってあんな女子だらけで、うん、イベントに行ってまたファンの人と交流するっていうのもそんなないやん。ないない。いや、それこそミスマガジンのイベントはあったかもわからんけど、うん、最近もそんなね、さくらちゃんのやつはあったとしても、うん、団体でってないよね。ないですね、うん、いやもう盛り上がりますよ、やっぱり。そりゃ盛り上がるわな。たくさんアイドルがいて、うん、もう見に来てくれる皆さんが嬉しいし、その顔見て私たちもこう活力になりますからね。テンション上がるわな、うん、頑張ろうと思いますしね。だから他の子のファンがそれきっかけでまたこの人もいいなって言って応援してくれることだってあるかも分からへんし、そうそうそう、もう少しでもね、なんかこう顔を覚えてもらって、顔の名前を覚えてもらうってことはもう本当に幸せなことですもん。それでね、僕も恩恵受けてますもんね。もともとさくらちゃんが応援してたのに、俺がさくらちゃんのファンが毎回見に来てくれるようになったからね。ねえ、秋葉原 TV に毎回ね、さくらちゃんのファンの M 主任と、ああ、回収席のね、うん、回収席してくれるから。あとインパワージャンプさん、読み方分かれへんけど。あ、そうなんだ。うん、毎回いらっしゃるよ。いや、あの二人はリプレイガールズチャンネルを見に来てくれてたからね。で、さくらちゃん出てないのに、うん、未だに昨日も来てくれてたよ。あ、そうなの、うん、すごい、すごいよね、すごい、うん、来てたんだ。来てた来てた、もうほぼ毎回来てくれてんちゃうかな。もう回収席っていう風に私にもリツイートくれます。でしょ、はい、うん、今のところ無席、無欠席です。だからね、うん、俺も実はさくらちゃんを通じていろんな人と知り合ってる。いや、すごいですよね、こういった縁って。うん、今年一番多かったんじゃないかなと思います、私、2010年でしょ、出会いが。うん、で、あれは何だに10月ぐらいには舞台も、舞台、舞台やったよ。あ、8月8月、8月、今年の夏でしょ、なっちゃったっけあれ、あの舞台でしょ、うん、はい、千葉さんと出てたやつ、はい、あ、8月か、いい日リストラです。あ、そうそう、いい日リストラ、はい、あれもやったやんか。8月ですよ、8月か、ちょうど夏休みというか私の学校がお休みの時だったので、うん、もうがっつり稽古に入れて。あ、よかったね。そう、タイミングが良くて、うん、はい、あれは稽古どれぐらいやったの。1ヶ月ぐらい。あ、でもまあまあやってるんじゃない、うん、うん、1ヶ月ぐらいですかね。
あれ面白かったよね、作品ね。出てる人たちも達者やったしね。本当面白かった。あんなんこそ勉強になると思うわ。あんな百戦錬磨の人たちに混ざっていやもう舞台を作るってすごい。いや本当いい刺激受けます。毎回その、ま、別のもう今までやってきた舞台もそうなんですけど、うん、やっぱり他の人からあこういった芝居もあるんだ、うんうん、同じセリフでもこういった言い方があるんだっていう風にもういい刺激受けますし、うん、ねえ、うん、感動、うん、やってる側としてももう楽しくて仕方なかったですね。はい、お父さんに何言ってんの。痛い。親父にも舞台たことないのに。ありましたよね。ありましたよ、ね、違う違う泣きそうなやつあったよ。違うか、まあ、今のも違うシーンだったけど。あったよな。こっちにガンダムいるから。うまく拾ってくれたよな。こっちにガンダムいるから。そうそうそう。であれで共演してたね、千葉さんと僕この間一緒に飲みましたけど、千葉おもちゃさん元気でした。めっちゃ元気やったよ。めっちゃ飲んでました。めっちゃ飲んでた。もうね、めっちゃ酔ってました。暴言吐いてた。嘘マジで。あの人常に暴言吐くから、あー衝撃場の女優やなと思って。うん、あのね、怖い怖い。橋本さん、千葉さん共演したことないやったっけ。共演は多分してない。共演してない。あー、あの人もね、あの人もともと劇団主催してたよ。あ、そうなんですか。そう、ブンドルマンドリールネッサンスっていうね、あの人滑舌悪いから自分の劇団ちゃんと言われへんねん。あ、そうなのにね、なんかそんな名前つけてしまってね。でも、わかります。私もミスマガジン週刊少年マガジン賞です。ちょっとあの、写真収集賞みたいな。なかなか大変やな。そう、わかります、わかります、気持ち。はい、さくらちゃんさ、稽古場とか本番前って、はい、発声練習とか早口言葉とかやってた。みんなでやりますよ。あ、みんなでやった。劇場入ってからストレッチして、だいぶ体を慣らしてから、うん、みんなで一緒に。あ、ほんま。はい、発声練習とかはしてますよ。ほー、何度にぬめって何粘るみたいなのやってた。何度にぬって何粘る。何度にぬめって何粘る。ハトホ、ハトポッポホロホロハヒフヘホみたいな。ハトポッポホホホホホホハトポッポホロホロハヒフヘホ。うん、これそんなに難しくないやつやねんな、うん、これアメンボと呼ばれてる。アメンボ赤いなあいうえを。アメンボ赤いなあいうえを。浮き藻に小指も泳いでる。浮き藻に小指も泳いでる。小指が泳いでるみたいな。そうね、これさくらちゃんの舞台も俺の中では結構びっくりしたしね。いやありがとうございます。できるなあ思って。いや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 、映画のもすごいできてたやん。いやいやいや、あれ自分で見てどうやった。なんかよくやったなと思うよね。いやもうなんか、あ、ここをこうすればよかったなっていうのは多々ありますけど、うん、それはね、うん、絶対あるよね。いやでもぶっちゃけ恥ずかしいって気持ちの方が強い。え、そうなん、今もあんまり自分のなんかこうなんていうんですかね、映像を通してこうこういうのなんか自分の映像を見るっていうのがあんまり、そのリプレイガーズに限らず、そう自分のは恥ずかしいってこと。恥ずかしいの。あ、そう。だからね、友達とかが写真集持ってきてくれたりとか、おうおう、あれ見たよとか、あのドラマ見たよって言ってくれると、もうなんか恥ずかしくて。見ちゃったのそれ。うん、マジで見ちゃったのみたいな。嘘だよあれ。うん。って。そう。赤面しちゃうみたいな。恥ずかしいみたいな、その気持ちの方がちょっと強いんですよ。あ、そう。はい。リプレイガールズなんかめっちゃ良かったやん。いやー。自分の道は自分で切り開くんだ。言ってたよ。はい、なんかそういうやつ。はい、言ってました。言ってたよな。言ってました。何回見たか俺。超見ましたよねきっと。めっちゃ見た。だから俺もう一回見てから言ってたもん。いやーもう。だ9回見てるはずや俺あれ。すごい。最低でも。最低でも。すごい。で細かくね。私それ以上は見て、それすらそれぐらい見てないな多分。映画館では見れたの？あ、見れました見れました。イベントの時って。はい、見れました。あ、イベントの時は見れないんですけど、うん、ファンの人にお見せする前にスタッフだけで集まって、そっかそっか、試写会みたいな感じでスタッフ関係者のみで見ましたね、うんうん、映画館では。はい、あれ怖いシーンもあったけどね。怖いね、うん、ちょっとね、もう見てられないシーンとかたくさんありますし、ねえ、もうさくらちゃんもね、最終盤のあたりがね、いやー、あーもうってなるわ俺な。ぜひ皆さん見てください。リプレイガールズって DVD 出んのかな。あ、でもね、でもね、うん、私実はまだ連絡が来てないんですけど、うん、ファンの方から連絡が来たんですけど、うん、そのアフターライフみたいな感じで、うん、
私春菜役なんですけども 春菜役のアフターライフみたいな感じでその DVD 版がメイキングか何かで発売するらしくて来年そうそうそうえそうなのはいそうなんですか、はい、多分今制作中なのかな出来上がったのかな分かんないんですけどでもまた出るらしくてめっちゃ見たいねうんぜひぜひチェックしてくださいへえ分かんないんですけどね詳細が分かり次第まあなればいいねうんそっかでねあれきっかけで、はい、秋葉原 TV にも出てくれる人がいてるわけですはい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 なるほどレイカちゃん、藤沢レイカちゃんがね、この間出てくれて、はい、もうね、ちょっと会えへんうちにお姉さんになってたよ。マジで ?16 歳、高2やね、多分。ですよね。だからちょうどね、そうなる時期だと思います。うん、成長する時期ですよ。うん、背も伸びたな、あの子。ちょっと会えへんうちに。いやー、怖い。怖い。なんかね、おしゃべりもね、前よりおしゃべりできるようになってたしね。あ、そうなんだ。前は普通におとなしい感じだったけど、うん自分の思ってることをちゃんとね、うん、そんなベラベラは喋れへんけど、はいはいはい、私元じゃないと、うん、第二の桶谷の妹にしてあげようかなっていう、だっての、うん、修学旅行行く言ってて、うん、で、あ、見た、見た、でな帰ってきたらな、うん、T シャツ買ってきてくれて俺にお土産、すごい、うん、ハワイの？ハワイの、これこんな感じ？こんな感じのやつを、アロハ応援みたいな、アロハって書いてた、ハワイからが書いてて。背中にサインしてなんでこれ着てこないの私見たかったわ T シャツうんちょっとごめん忘れてた大事すごい見たかったあれ俺家で釣ってんねんだって来たら来たら洗わなあかんやろサイン落ちたりしたら嫌やん確かにああいうのってね飾るもんでしょうん、うん、だからね1回だけ来たけどもうその後ずっと釣ってんのそうなんだじゃあぜひツイッターでチェックしなきゃいけないな。そうやな。ぜひ、載せていただけたらと思います。うん、だからね、俺リプレイでね、サインもらったの初めてかな。あ、そうなの？レイカちゃんが自らサインしますって言ってくれたから。へぇ、優しい。あと誰もね、俺さくらちゃんにサインもらったことないやろ。で、かほちゃんなんてもちろんそうや。俺の顔覚えてないからまず無理やろ。覚えてない。そういうわけじゃないから。うん。サインよくやる？やりますよ、やりますよ。イベントとかもすごい書きますもん。それこそリプレイのイベントとかで、うん、ポスター買ってくれた人にサインを書くんですよ。うん、あ、そうなの？めっちゃ書いた！あ、そうやな。そうめっちゃ書いた。なぁ、なんか 俺もそんなやってみたいわ。確かにね、私、桶谷さんのサイン見たことない気がする。俺ね、DVD とかにはよく書くね。俺、自分で、やってるやつの DVD 販売したりしてんねんけど、はいはいはい、それ買ってくれた人の通販とかで、うんうん、DVD にサインして俺の名刺入れて送ったりはするけど、その大量で書くことってそうそうないから、こっちに書いて、こっち、え？こっち、いや書けへんよ、手洗っちゃうから、ちょっとやめて俺の悪口言うの、言ってない言ってない、スラッと悪口言うのやめてくれ、いや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 、いやいやいや。で、さくらちゃん、はい、もう45分経ちました。うそ！あっという間やで。早くないですか？うん。ウケるんですけど。ウケる。うん。で、まあまあね、次のコーナーは、はい、なんか何やったかな、女子プロレスラーが、なんかやんねんて、女子の覆面レスラーが集まって、本当に？うん。あの、ぶっちゃけカンドリさんってムカつくよねっていう。私、女子プロレスラーの方、大好きですよ。あんま？はい。あの、たくましくて。すごいよ。みんなそうやろ、なんかプロレスラーの感じするやろ。あの、二の腕がもう女性じゃないですね。そうでしょ、やっぱり。俺、カンドリさんね、お会いしたことあるけどね、はい、びっくりする体してたわ。背中の筋肉盛り上がってる女の人なんか初めて見た。背中の筋肉？あの人もともと柔道で有名やった人やね、カンドリさんって。はいはいはい、はい。だからもともとずーっとやってるから、うんうんうん、すごいの。体が。私筋肉、背中についてる人見たことない。すごいよ。もう、後ろから見たら男の人にしか見えへん。ほんとに。へぇー。テレビでおっさんとかたまにいじられてるけど、はいはい。勝てる気がしない。マジで？かっこいいと思う、でもあれ、女の人が見ると。マジ？私も惚れちゃう？うん。さくらちゃん、体鍛えたりしてないの？日常的に家で、まあ、ヨガやるとか。いや、やるやん、よく女優さんとかやるか。掃除とか。それ誰でもやるやん。違う違う。
なんかやるのかな、腹筋とか、なんかそういうの。自分がバスケットしてた時、うんうん、中学生、中学生とか、小学生の、小学生の、うんうん、もう45分も喋ってたらね、中学生って言っちゃった今、口もおかしくなってきますから。めっちゃやってた、腹筋と背筋、あと腕立て伏せ、うん、やってたけどね。うん、じゃあやってなかったら、もう今なんかやばいんじゃない。それ水着とかどうすんのよ、それ怖いんだけど。そうやろ、ねー、うん、僕もね、なんかそのさくらちゃんの映像見たことあるってたまに言うじゃないですか、うん、それはね、あ、ちゃんとやってるなと思ったもん。どういう意味、どういう意味。あ、やっぱりその水着着る人やなと思った。あ、鍛えてんやなって。うん、なるほどね。うん、そんな、なんていうの、長州小力さんみたいな体ではないなと思って。ちょっと一周さんじゃ困りますさすがに。やっぱりそう、あ、すごいなと思ったけど。いや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 、うん、継続は力なりですね。そう、でもいや、そうやで、あんなもちょっとやって変わるもんじゃないからね。いや、もうね、塵も積もれば山となる。うん、本当ね、うん、うん、で、まあそろそろやだ終わりのお時間が近づいてますけども。やだあれですよ、あ、ちょっとさくらちゃんに関するツイッターあったりするかもわからんから、いやだー、これは俺のがどれ、あ、はいはい、あ、M 主任つぶやいてくれてるよ。あら、ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。超監督に向けてるけどね。なんやなこれ、受ける受ける、超監督って書いてるわ。何、はい、あとですね、はい、もうすごいな、 M 主任のツイートがね、7連発ぐらい俺と言われてる。マジでいっぱい来てる。ですね、ありがとうございます。うーん、どれ行こうかな。あ、はいはい、秋葉忍者さん、うんうん、フットサルとサッカーではキーパーの呼び方が違うのかな。うんうん、これはフットサルってブラジルっぽくない？なんかゴレイロっていう言葉とか。ああ、なるほどね。ねえ、確かに。イギリスじゃない感じがするな。まあ、わかりませんけど。うんうんうん、うん。あとね、はい、お、君を井戸さん。ありがとうございます。呼んだって書いてるけど。呼んだ俺のこと呼んだみたいな感じ。うん。どうなんだろう読んだんですかね、僕ちょっと読んだかどうかちょっとわからないですけど。読んだったのかもしれない。うん。あとですね、はい、お、来た来た。何何、高吉大橋さん。はい。お、ダリンさん。おじいちゃんはハワイでパイナップルの研究者やったっけ？そうなんですよ。このダリン・テンブルゲン系統のおじいちゃんっていうのが、うん、パイナップルの、改良の研究者で、はい、本もいっぱい出してる。マジで？すごい有名な方なんですよ。食べたい、パイナップル。ねえ、うん。沖縄ってパイナップル取れる？取れる取れる。取れる。取れる。今、取れる取れる、4歳児みたいな発言出ましたけど。パイナップル食べたい。やっとは。すごい。びっくりしちゃった。はいはい。何でしょう？レイコスタさん、ありがとうございます。はい、桶谷さんの12時間ユースト見てるよ。動いてるミクシーちゃんたち見れた。10時からは佐藤さくらちゃんだってって書いてくれてます。ありがとうございます。はい、見ていただけましたでしょうか。どうなんだろう。あ、すごい、なになに、レイクマンさん、はい、相方が佐藤さくらちゃんによろしくと言うてました。まあ後で事情説明。わかりました。今そこのハテナがいっぱいになっちゃった今。うんうん、はい、これはすごい嬉しいツイートいただきました。いや、ありがとうございます。はい、皆様ね、いっぱいつぶやいてくれましたね。はい、皆さんぜひ私もフォローしてください。はい、そうだね、佐藤さくらで検索したらね、佐藤アンダーバーさくらです。そう、お願いします。いてますし、朝と夜中連発ツイートがあるんで怒涛のように、はよ寝ろよ、言うぐらいで気をつけます。だからね、さくらちゃんがね、たまにツイート少ない日があったら、俺あれ大丈夫かなって思う。ねえ、みんな心配してくれるからすごい嬉しい。そうだろ。いや、大丈夫です、うん、あれがもう、なんていうの、安否。そう、うん、あの、生きてる証拠です、ね、私健康にやってますってことだから。そう、常日頃ね、うん、あの、元気にやってますよって、うん、皆さんご心配なくということですので、はい、そうですよ。はい、じゃあもう最後に、あ、俺今日全員出演者と写真撮ろうと思っててんけどな。101匹ミクシーちゃんってなんか あ、もう無理や。まあええわ、あのシェラとしょっちゅう会うし。じゃあ最後に番組中に撮影を。もうおかしいやろ、この仮面してる人が。もう準備してるよ。どういうこと。もう準備しますよ、私。近いところでいきます。はい、チーズ。もう一枚いきます。はい、はい、チーズ。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでしょうね、なんかその辺でもう仮面してる女性が私も仲間に加わりたい。あれ、覆面女子トークやで、ね、どうバレバレやん。何でどうですか。もう一回言うけど、それさくらちゃんから許したんだけど、おっさんがやったら怒るだ俺。違うか、違うか。さっき言ってた坪内さんがやったら俺もうほんま怒るよ。よかった私ね。セーフ、よかったです。で、まあ、最後にさくらちゃん、来年の目標。来年ね、どうなんだろう。なんかないんかな、これに挑戦したいとか。ずっと考えてるんですけど、まだ分からないんですよね、うん、どうしようか。でもね、決まったらちゃんとツイートします。あ、そうやな。2011年の目標はダダダダダですって、うん、そうや、うん、それはできたらもう年内に発表して、来年これ頑張ります。そうだね、うん、抱負を、はい、今復習って言おうとした。やばいなんか分かんない、分かんないけど。はい、でもそれは随時ね、はい、ブログも更新してや。はい、はい、待ってますよ。ありがとうございます。はい、では、10時台のゲスト佐藤さくらちゃんでした。ありがとうございました。またね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。で、11時台は先ほどから言ってますけども、ようやく僕が出ないコーナーが、はい、これもうほぼ僕ね、あ、また一回録画切ります。